とあるパチンコパチスロリサーチ会社に勤めるお気楽 OL 青山亮。のんびり OL ライフを満喫する彼女にある日突然辞令が通達される。それは彼女に特別調査室7課セブンと呼ばれる極秘部署への配属を命じるものであった。この映像はそんな彼女の一日を記録したものである。なので温泉卵を人生初作ってみようと思います。つっても入れるだけなんですけど、こいつに入れればいいのかな。このままでいい。ででーん。あとは15分待つだけです料理上手。さあ15分経過したので開けてみたいと思います。あ、熱い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 、網すら熱い。90何度なんだってこれ。はい、できました。完成です。温泉卵、見た目は普通です。めっちゃ美味しい。見た目以上ちゃんと味がついてて嬉しそうな顔するんだもん。だってスプーンないのかな。まずあ、全然15分の割にはちゃんと味がついてる。うん、来ました。君のための君ゾーン。ぜひここにそういうさんにもしも皆さん来る機会があったら、15分より20分ぐらいがちょうどいいそうです。ということで国境の場からスタートということなんですけれども、無料の足湯にお邪魔してオープニングを撮らせていただけるなんて非常に光栄でございます。後ろにあるのは有名な日本海、サスペンスによく出てくるやつですさあ前回なんですけれども、いやもう言うことはないです。ここまで渋い結果になってます。最初の査定が終わってからまあパッとしねえなって思ってる方も多いと思うんですけど、パチンコの北斗は良かったんですけど、それ以外のところはまあちょっとグズグズな感じなんで、今回こそはって毎回言ってるんですけどね、なんかいいところが見せられるように頑張りたいなと思っておる次第でございます。5時間かけてここまで来ておいおいそりゃないよみたいな結果では終わるわけにはいきませんので、しっかりと今回は、そろそろスタッフさんも甘くなってくる頃だと思うので、ミッションをしっかりクリアして収支もプラスでしっかり終われたらいいかなと思っております。さあ来ました。頼むよそろそろ頼むよ。なんでしょう今回は。ごきげんようエージェント亮。早速だが11回目のリサーチミッションを君に与える。当社の査定システムは以前話した通りだ。ゆったり温泉を満喫している場合じゃないぞ。そろそろいい結果が報告されることを期待するよ。では仕事の話に移ろう。今回君に挑んでもらうのはこれだ。 DSG アリーナ7号店にてパチスロルパン三世ロイヤルロード近海に染まる黄金神殿の以下のミッションを遂行せよ。リサーチ場所となる店舗の詳細も記載したので確認しておきたまえ。それではエージェントレオ、素晴らしい調査報告を楽しみにしているよ。なおこのメッセージは再生後自動的に消去されるのであしからず。ルパンかー。ルパンはね、正直あんまりほとんど触ってないのでどうかな。まあちょっと、まあ、分かんない台の方が出たりするから、なんか最近本当もう調子悪いんで何言っても正直ダメだなって思ってるんで、収支よりもまあミッションの方に期待して頑張りたい。頑張りたい本当になんとかなってほしいと思っています。そろそろねこう上げていかないと最終的になんかもう絶対ダメでしょみたいなまま終わりたくないんで、今日ダメだったら飛び込みますはい、本気でやります。打っていきたいと思います。もうすっかり外も寒くなってですね、これスーツだけじゃ寒いからもうコートも買いたいぐらいの季節になってまいりました。今現在10月、まだルパンが最新台なんですけど、このあとですね放送されるのは12月ということで、まもなくクリスマスですからね。今半袖でやろうかなと思ったけどそれはやめようと思って着たままスタートします。寒そうでしょだって。さあ今回のミッションは10ポイントがチャンスオン成功、20ポイントがフルスロットルモード突入、30ポイントがフリーズ、また無茶なこと言ってくるスタッフさんなんですけど、正直ルパンは全然打ってないです今まで。1回だけ初当たりを引くのに結構ハマって1回当たったでやべきついと思ってやめました。それはもうそこから触ってないので不安な部分はたくさんあるんですけれども、ほとんどメインとなるのがやっぱりチャンスゾーンからの AT 当選だと思うので、その点10ポイントは当たりさえ引ければ取れるのかなっていう感じですね。フルスロットルモードはAT 中のダイヤ獲得のチャンスゾーン、上乗せ特化ゾーンになるわけですけど、それは引いたことがないんで分かんないんですけど、隣のうちが打った時に隣のお兄さんが4000枚ぐらい出してて、それの一番最初のきっかけになったのがフルスロットルモード突入だったのかなっていうのは見てて思いました。でフリーズは、もちろんこれは引けたらラッキーぐらいの捉え方なんで、今回に関しては、もうちょっと満台なんで移動できないですけど、この台がいい台であって初当たりがたくさん取れたらっていうところを、頑張れよっていう感じかなと思います。お、鍵が一気に溜まった。よし来た、5つ目です。さあこれでカード3つ、強チェリで 50%、 強プラムで 75%、 ベルで 25% でチャンスの突入、レア役を引けと。おっ引かった藤子ちゃん、よっしゃ 50% うまい、いきます。もしくはベル 50% で 25%、れが一旦でチャンスオンの前兆。あ、これ来た。これ3ついって前、チャンスオンって気がする。ね、どういうこと？外れるんかい。いけ！落ちるんかい。すごい鍵がたまる方はイケイケなのに、チャンスゾーンの壁が高すぎてなかなか越えられない。まあいけば 50% っていう時点でね、そりゃ簡単じゃないとは思うんですけど。もうすぐ1400でしょ。あと500ゲーム。何度目だ、この強チェリーは。結構引いてますよ。確率以上には引いてると思います。隠れが。今日初ですね。最低でもチェリーからのチャンスオンが 20% だというのならば、そろそろいってもいいはず。で、うわ、弱い。大闘争ですね。スペシャルチャンス1個停止。うわー、いった。とりあえず初のこれで当たりっぽいですけど、当たりではなくてチャンスゾーンに行きます。これも当たりっぽいけどチャンスゾーンの準備中です。あー、メダルがないぞ。チャンスオン準備中だけど、ロイヤルロード AT の昇格抽選もやっているみたいなので、役が来たら熱いっていうことですよね。これでスタート。どうしようかな。ルパン、フジコ、銭形、一撃。いいですか、もう行っちゃって。こういう感じです、私。50% ですかね。泣いても笑っても一発目で決めてやる。レディー。24000円も使ったのにチャンスをで外しました。 50% を外しました。私 50% を外した女でございます。いやー、ほんとダメだな。せーの、またか。お願いします。決めるぜ。さっきまでここずっとベルだったんだけど、プラムになった。いくよ。お願いします。ああ、嘘。嘘でしょ。どう思う？どう思うこれ？これについてどう思う？ちゃんとやります。すいません、本当に。あ、来た。こなんかもうこのね、どんどんチャンスを引いてます。懲りない女青山です。一発でいった。行きましょうか。決めるぜ。もういいよ、もういらない、もう外れはいらないよ。リプレイ成立。いきます。当たりっていうのを見せてやる。よし。パーティーの始まりだ。遅いよ。まあ良かったでも、とりあえずだいぶハマりましたけど当たりました。長かった1201ですね。でこれ10ポイントだもんね。久しぶり、なんかすごい久しぶりに感じる。10ポイントクリアです。よし、ロイヤルロード順増3枚で、まあ、初期枚数が必ずここ100枚からスタートなんですけど、このダイヤをどんどん集めてって、このダイヤの数で継続抽選、多ければ多いほど継続抽選を受けられるっていう仕組みなので、まずはダイヤを集めることですね。まあ、あとミッションの方で、ダイヤ高確率いった、20ポイントがフルスロットルモード突入っていうのがあるので、まあ、AT 中の頑張りどこはそこかなっていう感じです。ゲット。部長、よし出る。ダイヤゲットだぜ。よし。ダイヤゲットだぜ。4つ、まだ行こう。ネクスト。あ、これ0枚になったからね、はい、これ4つを持って私は継続抽選に挑むってことですよね。5分の1か、いける気がする。お願いします。よし、カンカン。ストックじゃない、クリアでストック確定、演出ですね。普段多分こっちに行くはずなんですけど、暴走読めなかった。いけないんかい。ストックはとりあえずできなかったけど、ここから100枚なんですね。今こそフルオフなピッチョータイム。2回目、4つですね。うわあ、1234567個もあるよ。私選んでないもん、そこ。あと3つ。よし、大丈夫、5分1はいける。いやー、真ん中か。一番上がり。あー、そうですか。あー、ラスト。4分の1はいけるんじゃないか。これ何、マックスベット出たら熱いのかな。赤、おお、出たよ。やったー。ちゃ赤いこれあるでしょ。レバン様よーし。何あ、押し込めたって行きます。あ、バイブしてる。パーティーの始まりだ。金だけど複数かな、複数とかありそうじゃないかな。バジリスクだったら複数だよあ、継続確定だって。知ってるよ、ダイヤ出てるもん。おりゃー、ありがとうございます。因縁の対決、雨押し失敗。これ今の曲が切り替わったのってどっちなんですかね。たまたま曲が終わって変わったのか、これに合わせて変えてきたのか。合わせてだったらすごい気持ちいいけど、こうまだ流れてるってことは一緒ですかねわかんないや。目押しよし、うまい飛ぶよー、えいやー継続確定。これでロイヤルロード頼むぞー。あ、自慢したか。8枚。2分1いった。なんでだよ本当に今日はもう。あー、なくなった、消えてしまった、残念。よし、決めるぜ。頼む、お願い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 。よかったー、辛かったーよかった、長かった。なんとか間に合いました。はあ、よかった。いや、無理じゃん。一個だよ。ここまだハマったんだから、ちょっと優しくしてくださいよ。7分の1か。センター。お願いします。お願いします。本当にお願いします。よかった。よかった。これ引き戻しの一部で発生するやつですね。確か初めてです。お水はいただいているぜ。お、150番いった、やった。通に継続するより多い。アップね心の底から言いたい。いや終わったと思った。本当終了いや本当疲れました。あとはエンディングでお疲れ様です。実践終了いたしました。寒いです。すごい寒いです。10月の石川がこんなに寒いとは想像もしていませんでした。気候のせいなのか今日の実践結果のせいなのか、それともその両方かとりあえずすごい寒いですまあもう振り返ることもないんですけど、まあ、ちょっときつかったですね今日は。うち以外の台はねもうちょっと初台引いてたんで、誰がルパンにしたんだろう窓巻きが後ろでめっちゃ出てたんですよ。前台出てたんですよ。なんでそっちじゃないのって思いながら今日一日をちょっと過ごさせていただきました。まあね初当たりだいたい3000ちょい回して2回だったんで、まあ、1500分の1、まあ、タイミング悪いっていうのはあったと思います。チャンスゾーンも全部で6回ですかね、6の2だったのでもうちょっとそこが入ってたらとか、あとはそのチャンスゾーン突入のタイミングでいいレア役が引けなかったっていうところとか、もうちょっとうまく絡み合えば多分すごいいい感じで AT に入って順増3枚のラッシュを楽しめるっていう台なんですけど、まあ、今日に関してはうちの引きが悪かったかなっていうのがありますね。いや辛かったまあ本日投資が2500枚ぴったりです。で回収が301枚ということでマイナス2199枚なんですが、まあこの番組は収支は関係ちょっとしかないということで、まあ、マイナスなんでいつも通りマイナス20ポイントなんですけど、今回はチャンスゾーンからの AT 突入が2回ありましたので、それで10ポイントかける2回でプラマイゼロになりました。個人的にはですよ、個人的にはマイナス100点ぐらいの実践内容だったと思うんですよ。いろんな意味でそんな実践だったんですけど、まあまあプラマイゼロで終われたっていうのは、まあ番組のルールに今まですごいやられてた分救われた回だったかなっていうのは思いますので、まあ、石川県5万円を置いて帰るわけですけど、まあ、まだもう一回次回もあるので、そこでカツッとやってやれたら結果オーライかなと思います。ということで今回はこの辺りで失礼します。次回こそは頑張りますので、青山ダメだなと怒らずにですね、こう諦めずに応援していただけたら嬉しいです。それでは次の仕事に行ってきます終わり方忘れちゃったさようならっていうとこだった。今回もいい結果を残せなかったエージェントリオ、次のミッションが査定前最後となるが、お疲れ様。お疲れ様じゃないよ、しっかりミッション達成しなさい。彼女の仕事はまだまだ続く。